よしみさん、こんにちは。メッセージありがとうございます。動画の方を、ね、送らさせていただいてるんですけども、いつも、ね、コメントの方をいただきましてありがとうございます。よしみさんのコメントが私の励みにもなっておりますので、これからも、ね、ご無理のない範囲で、コメントいただければと思います。今回はメールまでいただきまして、いろいろとね、お辛いことあったと思いますけども、私たちはね、これからがこれまでを変えるんじゃないかなと思ってるんですよ。これからすることによって今までやってきたことが報われるのか、それともそのままちょっと悲しい思い出になるのかね。これからね、一緒に取り戻していけることも多いと思いますので、まあこういうご縁ですけどもね、私はすでに、まあ、よしみさんという存在が私の暮らしの中にもう一部に入っておりますので、よしみさんの、ね、心に届くようにこれからも動画の方メッセージを送らさせていただこうかと思っております。改めてよろしくお願いします。でこの度はね、丁寧なメールいただきましてありがとうございました。いつでもまたご連絡いただければ幸いでございます。どんなことでも結構でございます。いろいろと一人一人、辛さ、悩み、もう深い傷をね、負われているところもあると思いますけども、やっぱりね、私思うのは、人に癒されるしかないのかなと思うんですよ。でお互いに励まし合ったりとかね、いたわり合うことによって、まだまだ世の中捨てたもんじゃないなっていうふうに思えるんではなかろうかと思いますんで、これからもね、まあ、なんて言いますかね、まあ、心触れ合うではないですけどね、言葉にするのは難しいんですけども、これからも一緒に歩いていければと思っております。ありがとうございました。それではメッセージまたお待ちしております。いってらっしゃい。